平民新聞総監護非戦論とは、戦争及び武力による威嚇や武力の行使を否認し、戦争ではない手段、方法によって問題を解決し、目的を達成しようという主張、社会運動である。日本での社会運動としての非戦論は、19世紀末の明治時代に現れ、日露戦争前夜には、高徳周水、坂井俊彦らが、万長法や習慣。 平民新聞紙上で社会主義の考え方を背景に非戦を訴えた。日本においてはイギリスやアメリカのように組織的な徴兵反対運動や兵役危機者団体は組織されることがなかった。しかし東大社の赤石順蔵のように信者である長男の真人や伝道者の村本一世の1939年の兵役拒否に関連して治安維持法違反で 懲役10年の刑を受けた者はいた。第二次世界大戦後には平和運動が主流となる。内村鑑三キリスト教信者である内村鑑三の非戦論は戦争政策への反対と戦争自体に直面した時の無抵抗という二重表現を通じてあらゆる暴力と破壊に抗議し、不義の戦争時において兵役を受容するという行動原理を正当化した。内村は その立場から日露戦争に反対する言論を展開した。内村に徴兵拒否をしたいと相談に来た青年に対しては、同様の立場から家族のためにも兵役には行った方がいいと発言した。例えば、斉藤総次郎は内村に影響されて非戦論を唱え、納税拒否、徴兵拒否もせずとの決意をしたが、後に内村の説得により本意している。 内村の非戦論は、キリストが他人の罪のために死の十字架についたのと同じ原理によって戦場に行くことを信者に対して求める無教会主義者の教理に基づく。一人のキリスト教平和主義者の戦場での死は、不信仰者の死よりも、はるかに価値のある犠牲として、神に受け入れられる。神の意志に従わなければ、他人を自分の代わりに戦場に向かわせる。 兵役拒否者は臆病であると述べて、内村は弟子に兵役を避けないよう呼びかけた。内村は悪が善の行為によってのみ克服されるから、戦争は他人の罪の犠牲として、平和主義者が自らの命を捧げることによってのみ克服されると論じ、神は天において、あなたを待っている。あなたの死は無駄ではなかったという言葉を戦死者の弟子に捧げた。また、 若きキリスト教兵役者に体の復活とキリストの再臨の信仰に固く立つよう進めた。新州大谷派僧侶、高木賢明は自身の深い仏教信仰に基づき非戦論を主張した。与佐野明子や木下直江ら文学人は非戦をテーマにした文学を発表した。しかし、与佐野明子は 日露戦争の際は、君死にたまうことなかれと反戦の歌を作ったが、太平洋戦争の際は、戦争を賛美する歌を作っている。アメリカ同時多発テロ事件以降、非戦論を再評価する活動家もいる。ありがとうございます。